お疲れちゃです。ラットです。だけで、今回もクラッシュロイヤルやってくんすけど、今日はね、このロイホグデッキになぜかスケルトンバレルが入ってるデッキをね、紹介していきたいなと思います。本当に謎なんですけど、まあ、なんかね、ロイホグに、ウッドとかね、ボムタワーとか咲いたら、スケルトンバレルの落下ダメ入ったりね、結構ダメージ倒るよ、みたいな、本当によくわかんないんですけど、このデッキがめっちゃ強いらしいですね。なんか、海外とかで、PS のいらないデッキというか、こう、なんかね、エリゴレとか、特にノースキルデッキって言われてたんですけど、まあ、PS がいらない、スキルがいらないデッキみたいな、そんな感じで言われることが多々あるんですけど、まあ、このデッキもね、結構ノースキルだ、みたいな感じで言われるぐらいね、なんかデッキが強いっぽいです。はい。だけで、で、チェーンスクラだ。これ、チェーンスクラきついんですよね。はい。まあ、でも、まあ、いけないことはないよね、っていう感じですね。で、まあ、スケラーに、スケラには箱かな、スケラには箱で、箱からの、ここでね、スケルトン落としてあげて、多分ほぼ完封ぐらいですね。で、このカウンターで、いけ！これがね、まあ、スケバレの良さかな。コストが5コストがない時に、こんなカウンターして、さらにボムタワーを使わせられると、逆にね、待って、ごぼうり、これ、結構痛いよ、これ。うん。さあさあさあ、この逆さ行きましょうか。遅延スケラに対して、まあ、ロイホグデッキは特になんですけど、まあ、他のデッキだとわかんないんですけど、まあ、デッキにもいるんでね。同サイドだけを言ってると、最近だと特にね、クエイクなので、相手のアイスイズとか、ベビードラゴンを溶かせないんですよ。そう。だからずっと、同じサイド対決をしてると、いずれ相手のアイスイズとかベビがもう2、3体溜まってきて、フルカウンター来てワンパンされるみたいなね、ことが結構定番なんですよね。なんで、まあ、この前半からね、ちょっと両サイドダメージ削っていけたらね、いいかなと思いやす。はい。というわけで、さあ、どんどん攻めたいですね。このデッキはなんかもう攻めまくるみたいな感じのところあるんでね。よいしょ、スケバレで攻めれて、それでね、なんか受けた回収したのをロイホグで攻めてみたら。で、なんか、ボムターね、邪魔なんでね、クエイクで壊して、オッケーオッケー。やばいって。これだって、デリバリーだけで、この瞬間にロイホグとして、いや、これ右、左でもよかったな。はい。で、これで、アイス取るね。オッケーオッケー。結構守ってくれますね。てか、思ったと通らないですね。で、相手多分1700がさすがに削りたいと思うんですよね。さすがに。なので、僕はもう右サイドを徹底かなっていう感じで。よいしょ。やべ、これ、ベビー早くとかしたいですね。延命して、オッケー、延命できてる。オッケーオッケー。で、これでいい。オッケーオッケー。ボムタワーをね、ここで裂いてくれると非常にありがたいですね。まあ、ボムタワー、裂かなければ、僕のね、スケルトンバレルの落下ダメが確実に入るよって感じなんですけど、オッケー。オッケーオッケー。もう早く勝ちたい。この後、美容院を予約してるんですけど、なんかね、みんな髪切ってて、俺も髪切りてーと思って、そう、めちゃくちゃ伸びてるんでね。うわぁ、めっちゃいい棒してくれるな。やべやべ。そう。でもうマジであと2、3分後ぐらいに出ないといけないんですよ。マジやばいっすね。それはさすがに持ってるんですけど。よいしょ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 。オッケーオッケー。耐える。で、最悪クエイク防衛ができますね。さあ。オッケー、ここでスケルトンで時間稼ぎしてるので、からの、まあ、ここ一回クエイク防衛しましょうか。クエイクボーイめっちゃ強いんですよ。これ。スケルトン全部消えるんで。オッケーオッケー、耐える。1040遠いが、待って、これ、ボムタワー使ったんで、ここでスケルトンバレルの落下ダメが160ですね。確実に入るのはでかい。確実に入れていきつつ、うわ、これね、もうすっげえフルカウント来る。うわ、めっちゃ防衛する。で、これちょっと安ね。これはデリバリーとコウモリで、おお、もうデリバリー強っ。来た。勝てそう。これだって、これからの、みたいなね。クエイクが200、お、勝った。来た。まあ、こんな感じっすね。なんか、スケバレが結構今回めっちゃいい味出してたんですけど、まあ、スケバレに施設使ってくれなかったら、スケバレね、落下ダメとか、まあ、樽とかね、そういったのを使わせられるって感じか。まあ、落下ダメ入るよって感じで、ワンチャンね、スケがヒースピだったかな。スケだったかヒースピだったか覚えてないんですけど、まあ、そこは好みかな。まず、でもスケでもいい気がしますね。なんか、スケラ対スケラに対して強くなる気がします。はい。というわけで、さっきも言ったんですけど、マジ、美容院がマジ、本当に時間ないんですよね。
そう、時間ないんですけど、この十数分をどうしようってなって、動画撮るかってなったんでね、ちょっと、とりあえず、なんもないですけど、なんもないですけど、規制を上げていく。うわー、クロスだー。クロスはねー、ウッド系がないのがちょっと辛いですね。ウッドとかタルとか。まあでも絶対勝てないわけでもないかなと思いますね。え、全然違う。なんでなんでなんで出た。アチャバルーン。ザップだ。ザップだ。あ、フルカウンターじゃん。フルカウンターじゃん。オッケーオッケーオッケー。いった！ちょっと待って。こんなスキャもったいないな。落ち着いて。相手は箱アーチャー。なんかすごい形のバルーンデッキがいますね。まあ、スケバル飛ばして、アーチャーかな？なんだろうね。これ、奉仕で回収して、OK。OK。さっさっさ。で、ゴボリを裂いたので、ここですね。相手はもう施設がないターンなので、ここで結構ぶっ放したい。で、箱が多分落ちてくるのかな。さっき箱落としてきたよ。うわ、バルキリー。やべえ、バルキリーはやべえ。ああ、でも惜しい。その箱は惜しい。OK、ナイス。ナイス。で、僕としては、何を延命したらいいんだろう。何を使わない方がいいんだろう。バルーンなんでね。ゴボリっすね。ゴボリをあんま使わずに、戦いたいですね。OK。いや、でかい。いや、クエイクってもよかった。おつけ？これ勝てますよ。マジで。前髪もう食べれちゃうんですよね。伸びすぎて。そう、いつでも食べれるんですけど、まあ、あんま食べてないですけどね。あんまとか言うとあれだな。なんか食ってるみたいになるんですけど。OK。あー、これもう行っちゃって。これもう守れないんで、相手も守れないから、こっち攻めないといけないんですよ。11なって、どっちが、そう、先に他のタワー折れるか対決になるので。よしよし。え？相手なんか、遅くない？いろいろ。OK。待って、キングいける。キングいけるぞ。いけるぞ。いや、ちょっと待って。いや、めっちゃむずい、これ。マジでめっちゃむずい、ここ。とりあえず、行こうか。で、相手がゴボリなのがね、ちょっとね、でかいです。いや、しかも、ロケホが、振り向いた。今の完全フチルってやつですね。こっち打とうとしてんのに、急にね、反対向く。いや、完璧。さあ、からの、うわー、なんか読んでんだけど。絶対そっち。で、バルキリーがどこに来るかなんですよね。OK。いや、めっちゃいい。あーだ、めっちゃいい、その箱。さすがにその箱はめっちゃいい。ちょ、ダメージ稼ぎます。で、ザップ箱だもんな。ゴボリあれば多分大抵止まると思うんですよね。で、やべえ、ミスった。あぶねえ、箱でルート強制されたと思った。来た。これ買ったんじゃ？このザップも美味しい。あとクエイク2周っすね。あれ？相手あれだ。今ロケホ読み箱したけど、牢獄がね、止まんなかった。よし。いや、でかいですね。さあ、てなわけで何戦した？いや、2戦だな。多分2戦しかしてないですよね。2戦しかしてないはずなんでいきますね。ふぅ、最近はね、なんだろう。なんか話すこと考えてなかったな。髪切ることしか考えてなかった。マジで。このスケコウモリ箱奉仕みたいな方がすごい増えてますよね。これロイフグロイジャイ型があって、他の方も全然ホグもあって、なんかゴボリスケコウモリ箱奉仕か入れとけば、あとはクエイクでもいいと思う。まあ、何でもなんかその辺入れとけばなんか全部デッキになるみたいな感じですね。最強の5枚か6枚みたいなのが今決まってるんで、結構自分なりにね、いじってもすごいいいと思いますね。うわ、なんか俺の時知ってんじゃねえかっていうような動きしてきますね。やば。ちょっと待って。え？びっくり。橋前三角インドラしてくる人いる？びっくりなんだけど。これまあなんとなく繋げて、ザップかなんか打ったよね。ザップかなんか打ったので止まんないよーじゃないのこれ。え？帰宅で？ああ。やめね。ヤナウメザップインドサンガゴ縦線ラバルディガーかな。多分そんな感じな気がしますからね。インドサンガゴだったら。で、これもまた同様で、相手が大型逆サイドをね、うえ削りに行きます。で、まあこのクエイクはまあ、ババアを削るようなもんですね。で、読みディガーとか来たらすごい怖いですね。
うわ、めっちゃなんかいい位置。あ、でも延命できそう。オッケーオッケーオッケー。で、しかもこれ、コウモリにザップってもう、ごぼうりが、待って、しかも入んねえ、なんなら、なんなら入ったわ。なんなら入ったけど、これ見て。そう、ごぼうりがね、ヤンキーすんのすぐ。うわ、待って。うわ、これ、防衛したくねえ。これ、防衛したくねえから、攻める。これ、防衛したくねえ、マジ。オッケーオッケーオッケー。ああ、おいしいおいしいおいしい、オッケーオッケー、でかいでかいでかい。さあさあさあ、問題は2、1で勝つことだな。相手はババマルンですね。あ、待って、ヤナメマルっけこれ。待って、ヤナメ来たら終わる。つむつむ、つむつむ。あはー、まあまあ、言うてね。箱がね、オッケー。最強の箱があるんでね。さあ、インドサンガゴ。多分、ラバがあると思うんですね。ラバが。そのラバが嫌です。もう相手なんかすごいヤンチーですね、さっきから。なんかもう、俺はバルーンでお前のタワー落とすぜ、みたいな感じになってるけど。めっちゃコウモリ無双されてんじゃん。で、これがスケルトンブって咲いたから三角かインドだな。うん、そうですね。そう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 。で、ここで一回飛ばしつつの、オッケー。やば。なんか、うめえっていうのか。やべえ、待って、ワンチャン削れねえ、これ。気づいた。30秒しかねえ。頼むぜ。頼むぜ、俺。頼むぜ、マジで。やべえ。待って、削れないことだけは避けたい。いや、削れるな。あ、スケルトン部隊来る。スケルトン部隊来る。ババか？ああ、いらない。いらないよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。貸して、貸して、貸して。勝って、もう家出る。勝って家出る。待って、スケバルいっぱい飛ばすだけ相手は苦しいぞ、これ。だって、絶対なんか使わないといけないもんね。ユニットでちゃんと受けてくる。で、これワンチョンもしかしてインドが来ますね。うわー、やべ。オッケーオッケー。でも、金ギトしてるんで、これ箱でね、多分抑えれますね。オッケーオッケー。しかも、この箱落とすタイミングを、このね、キングがちゃんとタワー打つタイミングぐらいで落としてあげると、よりね、ダメージを稼げる。このね、箱とかのタイミングがやっぱ大事ですね。で、ベアバリアンがいるとかも関係ないね。行っちゃうよね。行っちゃって、ゴゴリで釣っちゃって、あーはー、ロイフグナイス？じゃあ、奉仕ナイス？いいね。さあ、あとはもうクエイク回して、クエイク回してみたいなのないかな。まあ、ロイフグ飛ばしてでもいいか。ロイフグ飛ばして。さあ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 。いや、ロックダメで、ここでロイフグ飛ばして、絶対ババ使わないといけない。さあさあさあ。で、あとは、時間がすべてをね。おい、来たー！グッドゲーム。いや、これがね、ノースキルデッキでございます。ぜひね、使ってみてね、みんな。というわけで、よいしょ。3連勝、7人いきましたね。いや、でかいですね。さあ、というわけで、この宝箱ね、コメントでめっちゃあるんですけど、一面したいですね。この宝箱一面したいとね、思ってるんで、それまで開けません。というわけで、これですね。なんか本当に、これか、もうここの7枚、ここ、ん？いや、これいらない。これですね。スケバレとロイフグ2枚はもう好きな感じでね、いじっても、全然強いと思うんでね、ぜひ。個性豊かなデッキもね、使ってみてください。お疲れ様でした。チャンネル登録ね、今めっちゃ結構伸びてる時なんで、ね、ぜひしてない方お願いします。では、お疲れちゃんでした。